今日はちょうどディズニーのいい情報をピックアップしてきたので、そちらを皆さんにお届けしたいと思います。美女と野獣の語り継ぐ物語、ランチ&デザートビュッフェ、お城の晩餐会をイメージした6日間限定のスペシャルイベントを開催とのことです。もう美女と野獣はきっともう女性の皆さんみんな大好きなんじゃないかなっていう、私も2年前にね、ディズニーランドでベルの仮装をしていったぐらい美女と野獣が大好きなんですけど、そちら のイベントといいますか、ランチ&ビュッフェが開催されると。ディレクターさんよく聞いててくださいね、これすごいいいんですよ。でテーマがですね、たくさんのラブを届けようというのをブランドスローガンに掲げていまして、株式会社ベストブライダルが運営するゲストハウスウェディング会場、アートグレイスウェディングフォレストっていう、場所があるんですけど、まあ、それがちょっと宮城県なんですね。宮城県仙台市、ちょっとここからだと遠いんですけど、まあ行けなくはないまあそこでですね、そこで2020年3月から5月の6日あ2020年3日ですね、3月が 5月の6日間限定で会場を一般開放し、美女と野獣の、語り継ぐ物語、ランチ&デザートビュッフェ、1名大人3980円ですねを開催いたしますと。で、初めにお客様に提供されるのは、物語にも出てくるあるキーアイテムを一口デザートにしたファーストディッシュと、まあ、これも気になりますよね、なんだろうっていう。で、特別な一皿をお召し上がりいただき、物語のビュッフェパーティーへと誘います。その後ご堪能いただくビュッフェでは、華やかなドレスを着たプリンセスをモチーフにした立体のドールケーキや、バラをかたどったフィナンシェ、バラの香り漂うシフォンケーキや杏仁豆腐などのスイーツに加え、お食事のメニューも充実していると。で、このね、ウェディングドレスを着たドールケーキのね、多分ベルをモチーフにしたと思うんですけど、これがまたすっごく可愛いんですよ。で、フルーツとかもバラのデザインをされてたりとか、一つ一つが本当にもう美女と野獣の世界観あふれる食事になっていて、もうね、写真を見てるだけでも可愛いです。で、約30種類の食事とデザートを食べ放題で提供していただけるということです。で、会場となるアートグレイスウェディングフォレストは、恋人の聖地サテライトにも認定されたロマンティックな結婚式場だそうです。で、フランスのお城をイメージした会場で開催される華やかなパーティーをご堪能ください。もうなんか美女と野獣そのまんまの世界ですよね。あ、今ちょうどディレクターさんがその会場の写真を見せてくれたんですけど、本当にもうお城のような結婚式場ですね。すごい綺麗です。ここで美女と野獣の世界観を楽しめるランチ&ビュッフェが堪能いただけるということなので、でもこれはね、行きたい、すごい行きたい。開催日は3月8日、そして22日、28日、そして4月12日、25日と5月5日と、ちょっとバラバラなんですけど、まあ、3月、4月と5月の、まあ、ちょっとバラバラで開催されるそうです。ぜひね、美女と野獣好きな方は、宮城県仙台市までちょっと足を運んでいただいて行ってみてはいかがかなと思います。そしてもう一つ、これはね、皆さんも多分お近くにあるじゃないかなというお得な情報です。3月2日は皆さんミニーマウスの日っていうのはご存知でしたか。3-2でミニーになるんですけど、ミニーマウスの日ということで、銀座コージーコーナーミニーマウスをイメージしたスイーツギフトケーキを1月15日より順次販売するそうです。ちょっと詳しく言っていきますと、このコージーコーナーは1月15日より全国の店舗約80店舗ですね、でミニーマウスベリーベリーボックスを期間限定で販売します。で、続いて2月15日より全国の生ケーキ取扱店舗でベリーベリーミニーマウスガールズコレクションっていうのがありまして、それは1月20日より予約を受けたまわりますと。で、このね、ミニーの形したケーキなんですけど、ちょっと丸くミニーのお耳があったり、ベリーの味がしたすごく可愛らしいケーキになっております。これが2月15日から3月3日頃まで
販売されるというそうなので、ぜひコージーコーナー近くにある方は、そしてミニーマウスが好きな方はご購入いただければなと思います。ということで、今週も1時間生放送で東京マンをお送りしていきます。リスナーの皆様どうぞお楽しみください。